ようこそお参りくださいました本日は伊勢の神宮二つのお札について少しお話をさせていただきます皆さんご家庭で神棚をお祭りなさっていますか多くの神社では各ご家庭で 神棚を設けて神宮大麻そして宇治神神社数系神社のお札をお祭りしましょうと案内をしているかと思いますこの神宮大麻というのは通称伊勢神宮と呼ばれております三重県伊勢の神宮のお札でございます内宮で法制され全国の神社で 半分されております。えそして神宮内宮にですねお参りをなさったことがある方はもしかしたらご存知かもしれませんが内宮のですね授与所お守りやお札を受けるところでもお札が授与されておりますアマテアス皇太子神宮のお札が内宮でも授与されておりますそうですお伊勢様 伊勢の神宮のお札は2つ、2種類あるのです。全国の神社を通じて皆さんに頒布されている神宮のお札そしてもう一種類は内宮の授与所で授与されている神宮のお札分かりやすくですね、まあ、ここでは前者を頒布大麻後者を布大麻。 需要大麻ではこの2つの、まあ、2種類の神宮のお札何が違うのでしょうかえ地元でも神宮大麻を頒布しておりますと私は毎年内宮さんにお参りをしてそちらでお札を受けているから、まあ、地元ではですねあの神宮大麻受けなくてもいいよとおっしゃる方もいらっしゃいます。しかしか 神宮大麻、閑布大麻と授与大麻、その意義はです、ね、ちょっと違うんですまず大麻、全国各地で神主や僧大さんによって各家に閑布されている神宮のお札、毎年の定めのままに全国の方々に閑布をし、国の平安と全国の家庭の無事、 国民一人一人の幸福を祈り国の隅々にまで天手安大神様の御神徳が行き渡るように記念されたお札でございます次に授与大麻これは内宮下宮の神楽殿において授与されているお札のことで神宮に参拝された方々 神宮に参拝された方々が大、えー、神様の前に自ら頂き、えー、個人的な願いを含めた3。宮の印として、またそれぞれの記念それぞれの記念が込められたお札でもございます。え、ハンプ、タイマー、授与、タイマーともにですね。アマテラスを神様の御神徳をいただくためのお札。 出会うことには違いはありませんしかし2種類のお札は販布方法だけではなくてですねまあ、その込められた意義まあ、役割もまた違うものでもございますなので私は内宮外宮に直接お参りをしてそちらでお札を受けているから神宮大間は言いません結構ですではなくてですねまぜ、あ、ひ 各神社で、まあ、その地域に頒布されている神宮大麻も受けていただいて家の守り国の守りとともに祭り祈っていただければと思います。